はい、えー、皆さんこんにちは、今年一です、えー、今回はですね、ナルサーゴルフクラブさんの方にお邪魔をしております、えー、まあこちらはもう夏はほんと涼しい東京と約だいたい8度違います標高1000メートルなんでですね川口ここ半で東京より5、6度低い、まあ、そこからまた2度ぐらい、えー、低くなります ですのでもう本当夏はもう最高です冬も秋もですね紅葉がとっても綺麗でまあ、素晴らしいゴルフ場で今回はロケをさせていただいております、えー、ということで、えー、今回はですねドライバーの基本でございます、えー、何事もやっぱり基礎が重要まあそのことを頭に入れておくとこう全てにこう 悩んだ時にニュートラルに戻れますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。はい、えー、まずドライバーの基本です。えー、まよくですね、アイアンとドライバーと打ち方違うんですかということを聞かれます。ただまあ、えー、同じって言えば同じだし、違うっちゃ違うんですよね。正確には。まあ、どういうことかと言いますと、ドライバーは当然クラブが長いです。ですので、えー、当然まあ、極端な話 遠くに立ちますよねそうすればトップの高さは同じでもこのスイングプレーンというのはフラットになります。でだんだん正体になれば近くに立つわけです。そうすればトップの位置が同じでもこのスイングは縦,縦軌道になります。だから別にトップの上げる位置は一緒なんで通ってくる道が違うっていうそれだけのまあ話です。えーまあ、ですので、えー、まあうーん厳密に言えばですね えーまあ、違うという言い方もありますけれども、まあえー、同じと、まあ、考えてもいいと思いますで、まあ、何が違うかっていうと、まあ、この正面から見た時ですね正面から見た時絶対的に違うのは、まあ、スタンス幅であったりショータイムはスタンスが狭くなりますそしてドライバーになればスタンスは広くなります まあこの辺がまあ大きな違いではあるんですけれど、じゃあなんでスタンスが広いのか。それはやっぱり大きく振ることによる求められる体の安定をさせるためにスタンスを広げるという理屈もありますが、えー、この皆さん円、円運動。まあ、これはあのスイングの軌道と思ってください。えー、このこう,こういう,こう軌道が丸,丸になってますよね。それが え顔のセンターがボールよりもこっちに来れば来るほどこの円がここで最下点がこの辺になるわけです。そしてアッパーブローにここにアッパーブローというのはボールの手前でクラブが上がりながら上昇しながら当たるということになります。えー、ドライバーはですね あのスタンスを広げることによって頭のセンターが右サイドにずれることによってドライバー得意のアッパーブローという軌道になります、えー、じゃあ何度ぐらいアッパーブローなのかというと大体 LPGALPGA LP の選手で3度のアッパーブローですでも PGA ツアーの選手 PGA ツアーの選手は1度のダウンブローこれはやっぱり アメリカ PG ツアーの選手たちは300ヤード以上飛ぶのが当たり前です。まあ、そうなってくると若干のダウンブローになるとそうしないと球が上がっていっちゃいますからですので、まあ、一般的な考えとするとですね大体、えー、アベレージゴルファーの方々は、まあ、LPGA と同じ3度ぐらいのアッパブローが、まあ、いいんではないかなと思いますただ、えー、それはですね、えー、道具にもよるすごい影響します 例えば僕が、えー、今ロフト9度のドライバーを使ってますが、えー、その9度のドライバーでしたら僕の、えー、うちこのアッパーブロード合いは3度から5度なんですけれど、えー、これが10度のロフトになるとそうするとボールのポジションがちょっと右に来ないと球が上がりすぎちゃうんですねですので、えー、そういう場合は入射角も当然少し段ローに入ってきます でですのでマイナス1度とかね1度のダンブローとかまあそういった数字に変わってくると思いますあの PGA 日本の PGA の教則本には全てのクラブが左足かかと線上っていうまあ教本には書いてありますえー、でドライバーになればなるほどスタンスが広がるよねだからその円の最下点がボールにこう寄ってくんですよ正体はだからダンブローですよドライバーはアッパーブローですよと という教則本には書いてあります。ただ、えー、実際はですね、えー、ドライバーのポジションは大体、おおむね左足かかとの線上から、まあ、この左のつま先の間、まあ、このあたりが、まあ、平均的な球の位置です。まあ、ここからですね、あの、ちょっとのアレンジはいいですけれども、えー、真ん中に入りすぎると、 ヘッドが上から入ってしまい、天ぷらの原因になります、えー。ヘッドが上から入ると、ボールの下にクラブが入ってしまうので、天ぷらになったりします。で、ですので、まあ、大体左足かかとの線上か、もうちょっとつま先寄りの方。まあ、これが基本になります。えー、そしてですね、えー、まあ、長さ。長さは大体水落ちぐらいと言われています。 だいたい僕の場合、水落ち、ちょうどぴったりですね。ぴったり水落ちのところに45インチのドライバーで来るんですけれども、まあそういったものが一応基本とは言われております。えー、まああと、そのスイングに入る前に、えー、やっぱりボールのポジションって非常に重要です。やっぱり唯一地面からボールが浮いてるわけです。ですので、えー、この浮いてるものを打つっていうのはドライバーだけです。ですので、ドライバーはこのかかと、 こからこのつま先の間ぐらいですがこれがスリウッドになった瞬間に結構右足に入りますスリウッドですとちょっと左足のかかとよりもちょっと内側に入っていく感じがスリウッドぐらいのポジションですねで、えー、まあそのセーブアイアンぐらいになればまあだいたい真ん中からちょっと左寄りかなで、えー、まあ9番アイアンとかだと真ん中ぐらいかなというのが えー、ボールポジションになります、えー、ですので、えー、9番7番 5, 5番4番スリウッドみたいな感じですけれどもドライバーになるといきなりポンと5センチぐらい左にずれるっていうのが、えー、唯一、えー、違いです大きな違いです、えー、そして、うん、一番アドレスが広いじゃあ上げるとこどこなのっていうとそれはあの ショートアイアン、ショートア,アンであっても、長いクラブであっても一緒です。若干スイングの肩の入り方が少しきつめになる。まあそういった程度の問題です。そして、じゃあ重心配分はどうなんですかとまあいう質問をよく受けます。で、まあほぼほぼ5ですね。5対5です。5対5。 もしくは、もしかしたらちょっと左足寄りかなって気もします。えー、で、えー、この背骨の軸ですね。背骨の軸がちょっとこの、形の字側に傾くっていうのが、まあ、ドライバーの基本になります。ちょっと背骨がちょっとこう、こっち側にかしげると。その分、ちょっと左股関節にこうピボットが入るので、ちょっと左足寄りかなという感じがします。アマチュアの方の方が、 ままっすすぐこう構えてしまうケースが多いですねプロの場合はちょっとこう左腰にこうちょっと入る感じ。そうすると、そうすることによってですね、左足で蹴踏み込んで蹴ってバックスイングができるんですね。で、バックスイングって足を使わないで上げてしまうと手打ちになってしまうケースがあります。ですので、一回左に踏み込んでから左足から右に こう体重を足をまあこれこういかなくてもいいですこう別にスウェイしたりこう体重を動かせっていうよりも足で左足から足の圧踏み圧が左足から右足にこう移行していくような足を使って大きな筋肉でテイクバックをするとでえドライバーってスライスでお悩みの方は結構いらっしゃると思います えー、まあ、そういう方はですね、えー、大体の場合が、バックスイング、まず背骨がそういう方は大体まっすぐ、こういうふうになってない。えー、こう傾いて、左腕がちょっとこう、飛球線に対して、ちょっと上がるっていうのが、えーまあ、基本的なアドレスになります。アマチュアの方はこう、まっすぐ構えるあまりにですね、 こう背骨もまっすぐ全部がまっすぐこういう感じで構えてしまうんですがプロの場合ちょっと左腰に入ってちょっと、えー、背骨が傾き左腕の方が持ち上がり右肘がちょっと、えー、自分にこうくっつく気味になるというアドレスをすることによってスライスが少し防げ,る防げます。 そして、えーまあ、基本はスクエアスタンスなんですが、やはりスライスで悩むドライバーでスライスが出ると、一番スライスしやすいクラブなのでしょうがないんです。ですけど、えー、スライスを少しでも予防したい場合は、ちょっとクローズスタンスに立ってあげる。で、クローズスタンスに立ってあげて、えー、足の踏む、この重心ですね、ふ踏み圧もま、えー、っすぐよりもちょっとこう、 左足やつま先、右足やかかとのイメージをこのダウンスイングでちょっとキープしてあげると重心のアライメントがこうインサイドアウトになりますのでえそっちの方に球が飛ぶようになります。ですのでアマチュアの方多くはちょっとこうカット打ちになってしまう。そうするとえー右足ダウンスイングで早めにえ右のつま先になり早めに左のかかとに抜けてしまうとクラブが。 アウトサイドインの軌道になって、球がスライスするということになりますので、えー、ドライバーはちょっと軸を傾ける、そして左の股関節をちょっと入れてあげる、そうすると腰のラインもちょっとこういうふうになります。そうすると、あこの一つ、球がドローするなというかね、捕まりがいいなというアドレスになりますので、まあ、えー、ドライバーの基本ではあるんですけれど、ちょっと、えー、プロっぽい アドレスに皆さんも変えて、プロっぽい基本っていうことですかね。えー、まあそういった感じで、えー、やっていただければと思います。えーまあ、そこで、えー、一つ大きな注意点が、重要な注意点があります。えー、ボールポジションがどうしてもやっぱり左にあります。そうすると、どうしてもやっぱりボールを追っかけて追っかけて追っかけて打ちに行っちゃう。こう打ちに行っちゃうと、 やっぱりボールっていうのはスライスしたりとか、えー、天ぷらしたりだとか、えー、今度こう打ちにいった場合は引っ掛けたりだとかしてしまいます。で、えー、実は、こうクラブがこう、前に行こうとしているときに自分も行ってしまうと、クラブって実は走らないんですね。ブレーキをかけてしまうことになる。どっちかといえば、これを 引き戻す、こういう重心がえ遠心力が働くんですけれどこれを追っかけに行ってしまうとクラブって止まっちゃうんですねむしろこう行く瞬間に引っ張ってあげるとクラブは加速するんです こう行きたかったら、後ろに引っ張ったり、上に引っ張ったり、そうするとクラブは加速していくんです。ですので、えー、よく地面反力ね、っていうのが、ここで蹴り上げるっていう動作はまさに、ね、こういう動作をやってますし、いわゆる、こう、明治の大砲と言われる打ち方は、えー、ね、こっち側に右で、の、残る。 これ、ビハインドザボールって言いますけれども、まあ、えー、ヘッドが行こうとする場合はこう、逆に引っ張るんですよと。逆の動く方向に力を入れるとヘッドが走るんですね。まあ、釣りもそうですで。ここで投げっぱなしじゃ糸は出ません。グンと止めることによって糸は出ます。ピッチャーも戻すと手首がスナップが効くわけですね。はい。ということで、えー、まあ、こういう、 円運動に対して、あのカーボーイのロープもそうです。ね、円運動に対して、引っ張っぐーんといって引っ張ってあげると、ワンと加速するわけです。だから、円運動に対して引っ張り上げる動き、くれぐれもボールが左にあるからって、打ちに行かないこと、これが非常に重要になってきますので、まあ、そのあたりも、えー、注意してやってみてください。ということで、えー、ゴルフの基本、プラスアルファ、プロっぽく、プロっぽい基本と。 ということにちょっとハイレベルな基本でしたが皆さんもぜひトライしてみていただきたいと思います。